Hey, what's up guys, Kazuto here, and we back to Sorarun Analysis Session di Koris. So, this is where we left off after Medina Seagard, new friend, like a same age friend, and then now we need to follow this here to see if there's another calamity plant around here. So let's see what we got. There's a honey and here, but if I remember correctly, this honey and there in the back of it, it's like honey, but it's actually, hold on, it says down there. It's going here, right? We're going here, right? Same place. こっちだ。 この辺りも捜索していないけど、 まだ先に進むのか? ああ、まだ先だ。 よほど気になっている場所があるのですね。 みたいだな。 あった。 え? 言っただろ、カラントだ。 まさか本当に。でも一体どうやって。ここまで迷わず進んできたからな。何かカラントを見つけるコツでもあるのか。それは勘だけでこの場所を探り当てたのか。そうだ、不満か。いや、そういうわけじゃないけど、とにかくカラントを切ろう。 Alright. Woo! This is... What is that? Fire breathing lizard. 23. Not a problem for me. This guy is not a problem. See? It's already dead. This is not a problem at all. There you go. Done. Yes. それじゃあ行くぞ。どこへだ。決まっているだろう。カラントのところだ。この辺りには他にもカラントがある気がする。また勘か。 あ、どうする?一度は当てたしな。次もメディナの勘を信じてみるよ。わかった。それじゃあ、ついてきてくれ。攻撃します。Alright. So I think, I don't know. So, like the last episode where when Medina touched the girl and then he just say, you're my savior, you know, you say so. It's like, I don't know, there's something wrong now with Medina because she possesses some kind of power where maybe like control people, I don't know. So that's why I got a feeling maybe we need to fight Medina at some point. I got a feeling. I don't know though. Yes. No. Oh, there's another one. Ah. 強そうな相手だ. No, it's okay. 戦闘開始だ. We can do this. See? 23. But actually, it's still on normal difficulty, so well, 1000 or 1000, well, it's okay, because you know when I play Sorarun Fatal Bullets, the difficulty, I change the difficulty. ここ一帯でそれなりの数を切ったな。ええ、すべてメディナ殿のおかげです。
助かったよメディナ。全部の場所を当てるなんてすごい勘だな。大したことじゃない。今日はなんだか調子がいいだけだ。そうか。でもどうしました？キリト、あれ見てくれ。カラントの根、それがどうかしたのか。ずいぶん離れた位置にまで根が伸びているんだなと思ってさ。この根どこまで続いているんだ。まさか。どうしましたキリト。カラントは各地で作られたんじゃなくて大元になるものから伸びているんじゃないか。大元では、一つ一つのカラントから伸びる根が全てその大元となる存在につながっているとなあ。だからカラントは切った後しばらくすると元に戻ってしまったんじゃないかな。大元にある何かを切らなければ再びカラントが生えてきてしまうというわけか。あくまで推測だけどさ。ではそのカラントとつながる大元ともいえる存在を突き止める必要がありますね。なあ、カラントを切りつつそいつを探そう。あとはこの情報をベルクーリさんたちと共有しておいた方がいいだろう。王都へ戻るんだな。なあ、そうすべきだと思う。賛成だ。これまで倒した魔獣の件も含め対策本部へ報告したい成果が山積みだからな。今回のカラント発見と大元があるかもしれないって推測もメディナのおかげだよ。そうなのか。ああ、それについても報告しよう。わかった。では王都へ戻ろう。なるほどな。その推測が正しければカラントの破壊は早まりそうだな。なあ、成功すれば魔獣の発生も完全に止められるかもしれない。よくやった。特にメディナ、お前さんは相当頑張ってくれているようだ。ありがとうございます。引き続きこのメディナ・オルティナノス人海のために奮戦する所存です。ああ、期待しているぜ。では失礼します。またオルティナノスか。チッ、どうせ不正したに決まっている。あんな小娘一人、ましてや欠陥品の一族が騎士様に褒められるような功績を挙げられるはずがない。またか。言い返さなくていいのかメディナ。ああ、前にも言っただろう。もっと功績を挙げて認められれば悪口もなくなると。それに。それに。いや、何でもない。とにかく騎士長に褒められたのだから、あの程度の悪口などどうということもない。メディナがそう考えているならよかったよ。次の日。十分に気をつけるのですよ。ええ、ありがとうございます。どこかに行くのか。貴様か、死と二人きりの出立に水を差すとは。やめなさいエルドリエン、彼はこれから南の回廊へ赴くのです。それって南帝国の最南端にある場所か。ええ、そうです。南帝国で果ての山脈を警護していた海西郷騎士から南の回廊で何かが起きていると報告があったのです。それを調べるためにエルドリエが使わされることになったのです。大方回廊内に魔獣が住み着き荒らしている程度の事態でしょう。しかしカラントが各地に発生している以上何が起きるかは分かりません。くれぐれも注意してください。はい、分かりました。では行ってまいります。さあ、私たちも南帝国へ向かいましょう。カラントの大元となる存在を見つけ出すのです。なあ、行こう。魔獣を倒しつつ情報を集めるんだ。そうですね。では出発しましょう。Chapter 2/3. Yes, we did it, guys.
So yeah, where we left off in Sora Online Fatal Bullets, I changed the difficulty into the hardest one. So I think it's extreme. So if you change the difficulty, so does the level of the enemy. So the level of the enemy, the level of the enemy is high. That's why it's hard. So where we need to go again? Go to the town of Sustira. Okay, hold on. Let's see the party. So Yujio is already 39. I mean, why not? Let's go with the full party. Sorry, I have to cut that because I'm kind of forgot that fast travel. So I just fast travel to here, so we can cut. You know the travel. So there is a short time of video, like always. I always do the short time video. Not that short though. ずいぶんと騒がしいですね。魔獣に関する情報かもしれない。聞いてこよう。どうして誰も信じてくれないんだ。俺は嘘だってついてねえ。全部本当なんだ。一体何の話です。あんたも聞いてくれ。俺は行商人なんだが、旅の途中で見ちまったんだ。何を見たんだ。巨人さ。巨人。お前も信じてくれねえのか。でかい図体であんなのは巨人としか言いようがねえ。無駄骨だったな。ええ、行きましょう。待ってくれ。本当なんだって。どうして誰も信じてくれねえんだ。ではあなたが見たという巨人の特徴について全て話してみてください。身長は俺たちなんかの比じゃなくてよ、持っているコンボが人間くらいの大きさだった。あとは全身が金属みてえに硬そうな筋肉で覆われて、そこかしこに入れ墨が入っていたな。まさかアリス。その巨人をどこで見たのか答えてください。アリス、どうしてあんなに強く商人に詰め寄ったんだ。それはあの者が語った巨人の特徴に私自身覚えがあるからです。どこで聞いたことがあるんだ。見習い聖豪騎士だった頃に教わりました。私たちが倒すべき暗黒騎士の住民として。つまりその巨人ってのは暗黒界に住んでいるのか。ええ、ジャイアント族と呼ばれている暗黒界に住まう種族の一つです。しかしジャイアント族が人界をさまよっているなどありえない話です。暗黒界に通じる南の回廊は聖豪騎士が守って。まさか。どうした、説明してくれ。南の回廊で異常が起きたという報告が対策本部に上がってきていたんだ。そしてその問題を調査するためにエルドリエが派遣されたんだ。ではエルドリエ様はジャイアント族と戦っているのでは。もしそうなら南の回廊が破られたということに。可能性は高いだろう。現にジャイアント族が人界内で目撃されているんだから。そうですね、エルドリエがジャイアント族に負けることなどありえませんが、主として彼の身が心配です。ひとまずは人界で目撃されたというジャイアント族を探そう。そうですね、状況を確かめた上で南の回廊を目指しましょう。わかりました。ではジャイアント族の情報を集めましょう。その後俺たちは調査を進めるも、新たなる巨人の目撃情報は得られなかった。結局巨人に関する有力な情報は得られなかったな。仕方ありません。今日はこの辺りで野営をしていきますか。ああ、そうだな。明日に備えよう。
メディナ、こんな夜中にどこへ行くんだ。この距離じゃ聞こえないな。彼らは一体何者なんだ。そしてメディナ、君は一体。おはよう、キリト。ああ、おはよう。どうかしたか。いや、なんでもない。少し寝ぼけているのかも。まったく、しっかりしてくれ。今日こそは巨人の情報を手に入れなければならないんだろう。そのためにもまずは情報が得られそうな場所に当たりをつけないとな。それなんだが、私に一つ思い当たる場所がある。そこへ行ってみないか。巨人の足跡がそこにあるのか。それが巨人の足跡かどうかは行ってみなければわからない。だが有力な情報だと思う。Rest Medina for moral. Yeah, I think I'm going to go along with her. わかった。メディナの提案に従おう。よし、それでは出発だ。攻撃します。おお。Proof of their strength. I don't know, man. Medina is acting sus right now. No, I've been thinking, doing Among Us, but there's not a lot of my friend play it. So because I don't have that many friends to play anyway, so yeah, I don't know when can I record some Among Us video. I don't know. Maybe there's enough friend, maybe like 8 or 10. Maybe we can play and we can recording it, but I don't know when though. Where is this leading to? Where are we going? Here? Where are we going? So yeah, I don't know when. I think yesterday or the day before yesterday, I just realized something that Yu-Gi-Oh! That's not good. That's not good. So Yu-Gi-Oh! And Alice, they have their own fighting style. So I kinda like surprised when I switch to Yu-Gi-Oh! And Alice as the character. Because it's different. この大きさ間違いないと思います。巨人のジャイアント族の足跡です。それじゃ、この足跡を追っていけばジャイアント族のいる場所にたどり着けるってことだね。ああ、おそらくな。とにかく足跡が消える前にジャイアント族を追おう。